気持ちは物事に接した際それに対して感じた心の状態や心のあり方。体の状態から来る快適、不快な感じを指す場合にも使われる。歴史的には心持ちという言葉の方が古く、江戸時代中期はこちらが主に使用されていたが、徐々に心持ちの使用頻度が少なくなり、昭和以降は気持ちが圧倒的優勢となった。 心理学ではこの用語が感情と密接に関連しており、感情にかかる意識上の主観的経験を指す用語である。気持ちを測る神経生理学上の手法は多くあるものの、それが一様にかつ個人差を超えて有効だとは認められていない。これはまた気持ちが個人的または主観的な意識の状態や自我の状態としても解釈されることを指している。 気持ちは我々の感覚器官に由来する刺激が処理されて生まれたものである。その感覚器は我々を取り巻く世の光景だけでなく我々自身の体に起きている事象をも伝えてくれる。気持ちは外的な事実だけでなく我々自身の価値判断が現れたものでもある。なお、日本語ではこの言葉が少しばかりわずかにという意味合いで福祉のように使われたりもする。 神経科学者のアントニオ・ダマシオは、気持ちと感情を次のように区別している。感情とは、心象とそれに伴う身体的変化を指すのに対し、気持ちとは、身体的変化の知覚を指している。言い換えるなら、感情には、主観的要素のほか、第三者の目に見える要素が含まれるが、気持ちは、主観的かつ主的なものである物事に接した、際の感情的な反応が、 蝶の働きに反映されることがあり、これを英語圏ではガツフィーリングやガツリアクションなどと呼ぶ。不安な気持ちなどで具合が悪くなったり、気持ちが安らぐと具合が良くなったりもする。例えば、緊張は胃がよじれるような感覚をもたらすことがある。脳の働きが腸に影響を及ぼすように、腸の状態もまた脳に影響を及ぼすことが知られており、これを脳腸相関という。 これらの思想は長年受け継がれてきたもので19世紀の西洋医師の多くが精神疾患の起源を腸から派生するものだと考えていた様々な気持ちを生み出す心は体のどこにあるのかという命題は古代より論じられている好きな人といれば胸が高鳴ったり悲しいことがあると胸が締め付けられるような感覚を覚えるため心は 心臓付近にあると答える人も多い。古代ギリシアではアリストテレスがこの心臓説を唱え、中世に至るまで人々に影響を与えた。ただしその後は心臓よりも脳質説が優勢となり、心が働くには脳の活動が不可欠である、と現代では考えられている。他人の感情表現や気持ちを理解することが自分たちの応対方法を決めることになる。 個人の状況対応方法は、心情則に基づく。事情を知らされた人と知らない人とでは、振る舞いが全く異なる。例えば悲劇的な事件が起きた場合、それを知っている人たちの反応は、同情的になるが、事情を知らない、人たちでは無関心な反応を示す場合もある。事件に関する知識や、情報の有無が、事柄に対する個人の見解や反応を形成し得る。 心理学教授のティモシー・ D ・ウィルソンらは、確信を持てない気持ちに関して状況が不確定、または不明瞭な時ほどより多くのお金が投じられることを発見した。物語の背景や結末を知らないがゆえ、人は常に心の中で事件を再生して、引きこもごも入り混じった気持ちを抱く。人は安心感などを得るために事柄について、 詳細をすべて知りたいと考えるが、不確実性を感じるとそこに謎めいた感覚がある。ためより楽しい事柄につながる場合もあることを、ウィルソンは発見した。実際、わからないという気持ちは何が待っているのかを常に考えたり感じるように人々を導くことができる。繊細な女、ミゲル・ブレイによる1910年頃の彫刻社会生活を送る人々は、 何かが自分にとって望ましい結果や気持ちを与えてくれるのではと未来に期待することがある。自分を幸せや興奮させてくれると思える事柄に熱中することは一時的なスリルを引き起こすだけに過ぎなかったり待ち望んでいたことと逆の結果になる場合もある。イベントや体験は自分の気持ちを満たすために行われて追体験される。過去に経験した気持ちが 現在の意思決定や将来同じことが起こった時の気持ちに影響を与える傾向がある。ギルバートとウィルソンによる花の購入実験では、過去に花の購入経験がある人の方が、記念日で花を購入することで幸福を感じ、その幸福感が長く続いたことが示された。社会学者で作家のアービング・ゴフマンによると、人は俳優のように感情表現の方法を制御できるが、 内なる感情や気持ちを制御することはできない。内面の気持ちは外で人々に見てほしい表現を行う場合であれば押し込めることが可能である。こうした感情的な経験は個人が意識的かつ積極的に取り組んでいる継続的なものだとゴフマンは説明する。各個人は内面と外面の気持ちを持って社会に溶け込もうとする。気持ちは外役側にも作用し得る。 人生において猛烈なストレスや問題を抱えているとき、当人が自傷行為に及んでしまうことがある。気持ちが晴れ晴れとしているとき、人々は絶対にそれを終わらせたくないと思う。逆に気持ちが憂鬱だったり落ち込んでいる場合、人々はその気持ちを消し去りたいと思う。自分自身に危害や痛みを加えることは多くの人にたまに見られる反応で、 なぜなら人々は現実問題を一旦忘れるための何かを望んでしまうからである。こうした人たちはその痛みが自身の現実問題ほど悪いものではないと考えているので現在自分が感じているものとは別の何かを感じるために自分自身を切ったり刺したり食事を取らずにいる。多くの人が自傷行為を選択するのは気持ちを紛らわすことだけが理由ではない。 一部の人々は自身を罰するために自傷行為に至る。ありがとうございます。